ナマズなんですけど、はい、西根さんです。ナマズです。今通りかかってあーっと言い合ったという久しぶり、はい、3年ぶりぐらいです。3年ぶりですね、はい、でこれちょっとね、はい、これ今日本でも評判だと思うんですよ。あ、そうですか。僕もうわっと思ったんですよ。あ、そうですか、はい、意外にナマズルアーってないじゃないですか、はいはい、そうね、僕ちょっと釣りをしながらずっと考えてたんですけど、あのナマズってみんなあのプレデターだと思ってると思うんですけど、うんうん、稚魚ってなんだろう、すごいバスと一緒のとこにいるし動きも鈍いし最高の餌ですよね。そうそう、で毒もなければトゲもなければ片鱗もないじゃないですか。俺らが食っても美味しいですもんね。そうそうそう、人間食ってもね、美味しいですもんね。そうで、バスが味覚あるか分かんないけど、でもこれ食ってきたらね、はい、バスはねもう本当離さないです。いや、その、はい、ヒゲなんでしょうけど、はい、なんかそれが、まあ、触覚的でもあり、はいはい、割とリアルっすよね。そうそう、でこれボトムね、こう脳神経で置くじゃないですか、はい、完全にナマズですからね。ナマズだね、はい、でちょっと比重も高いですね。比重高いです、あのソルトがっつり入れてるんで、持ったら重たかったんで、はいはいはい、脳進化とかでスキッピングとか、はい、あとあのジカリグみたいな感じでやると、はい、あのシェイクするとあのハゼみたいにこうボトム泳いだりとか、うん、これただ引きするとどんな動きなんですか。ただ引きだとね、もうこうグラインディングするんで。そうやって動くんですか、うん、だからあのただ引きよりもなんか中層で使う場合はこう、はい、ジャークで使うと、はい、あのフルークみたいな感じでこう飛び回る感じですね、はい、じゃあフックはあのオフセットとか、まあ、マス張り、マス張りのでかいやつ50とか、うん、僕好きなのがその、ま、あのオフセットの30か40ぐらいがちょうど合うんですけど、はい、50のフックをこの辺に刺して、はい、こう下に抜くとこう水平に沈んでいって、こうトイッチするとこうこれがね横にピッピッて動くんですよ。でそのピッて動いた瞬間にバスが寄ってきてフッて進むみたいな感じですね。西根、西根ナマズ、西根ナマズ、西根ナマズって名前なんですか。西根ナマズ、何もひなつねりもないでも西根さんだったらそれでいいかも。はい、作ってるやつもナマズみたいにやろうなんで。いいね、いいね。はい、ちなみに自重どれぐらいなんですか。13g あります。あ、2分の1オンスあるんですね。はい、2分の1オンス。結構いい重さ。もう用飛びますね。それで飛びますね。はい、あのベートタックルでも全然飛びます、ね。はい、よかったらあの今年多分9月ぐらいかな、はい、多分今の予定だと出ると思います。ボキ用品でもね、今注文したところなんで、はい、はい、もう今一番真っ先に注文いただきました、はい、ぜひ試してみてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。西根さんでした。はい。